クイズショー大久保くん、シモディです。坂巻です。今回横浜の桜木町にある珍獣屋さんにやってまいりました。ずっと来たかった居酒屋さんなんですけど、普通の居酒屋とは一味違う。一味も二味も三味も全然違う。こちらのお店なんと珍味しかほぼ置いてないお店です。ツイッターでも話題になったんですけど、このお店カブトムシが食べれるんです。食いたくねえよ。え、食うの今日カブトムシ。今日食うでしょ。はおい帰るな。あの焼き鳥とか食いて、焼き鳥とか焼き鳥…やだよマジで。まあでも今回虫だよね。虫メインで。虫メインで食う。虫メインって聞いたことねえぞお前ら。ゴキブリとかも食べれるんですよ。普通にゴキブリ食えるとか言うな。そうだ、レバーここにもあるんだけど、レバーじゃねえ、メニュー。なんでレバーとメニュー間違いんだよ。カエルの焼きネギのっけ。これ美味しいゾーンだよね。これ美味しいゾーンだと思う、うん。店の中入ればヤバいのがいっぱい。結局でも俺らさ結構楽しみにしてきてんじゃん、うん、割となんか余裕っちゃ余裕そうだよね。なんか行きましょうか。行くか。とりあえず横3匹。聞いたことない。今後一生とりあえずひよこ3匹横に。はい。ひよこ3匹来たー。ひよこ来た。ちゃんとくちばしある。じゃあいただきます。いただきます。おいしい。骨がなんか軟骨みたいな感じで全部食える。軟骨みたい。おいしいおいしい。でも味付けが普通にうめえ。何食ってんだ。ひよこ。ひよこ完食でーす。口見して。そんなに？え？次はオナネムシ。最初はグー。じゃんけんぽい。はい、じゃあいただきます。なはーい。あ、なるほどね。なるほどね。え、俺からいき。出たんだよ今。飲み込んだ。ゲンゴロウ全然食べやすかった。マジ食べやすかった。マジ次コロイ。コロイ今食いたい。ちょっと食いたい。最初はグー、じゃんけんぽい。え、いいな。じゃあこれは食うわ。これは食うわ。じゃあ待って待って、無理かもしんない。目合っちゃった。目合った目合った。なんで調子乗ったんだろう。さっき喜んでたよね。喜んでたよね。食ってみたいなと思って。じゃあ行きます。僕はマジか。カメラカメラカメラ。うまいうまいよ。うまい。エビ食ってる感じでしょ。エビだよ。エビ顔がやばい。顔がやばい。さあいただきます。乾杯。やばい感じしたいな。これ入れちゃダメってなんか言ってる今。遺伝子的に。なんだなんだこれは。見て見て。食べやすい。これ iPhone と比べてこのサイズ感。
半分ぐらいあんのよ。でかいよね。でかいよ。いけ。でもね、なんかあのこの前の話なんだけど、普通の感覚で作った作戦、こういう作戦か。普通のカレーチューチュー。満足です。来た来た。カブトムシ系スイカ乗っとる。めっちゃ硬いんですけど、食べないことはない。はい、食べますね。食べられる。いきます。ごめん、食えん俺。ごめん、どういうこと。ほんと、えらいってことで、君たちはまだ頭が2つ残ってるので、それを食べていきましょうか。バラします。バラします。何で頭食うんだよ。バラします。バラします。食わなくてもいいつけ。でも食べれるって聞いたんだよ。そんなの食べるに決まってるよ。君の尻尾みたいな感じじゃん。一口食べました。カブトムシ。ごちそうさまでした。ということでね、まだメニューはたくさんあるんで、美味しいはね、美味しそう。ある。次は美味しいのいっぱい食べに行きましょう。ね。はい。他のチンジです。そう。皆さんぜひ。カブトムシをやめとけ。